すすめサービスってさ、ちゃんと見てる？あんまり見てないですね。これね、実はすごいんだよね。全国ね、うん十万人のみんなが入れた予約、このレコーダーで入れた予約が全部集計されてランキングになって出てくるんだよ、ジャンル別に。ってことはまだそれを放送してない番組のランキングっていうことですか？そうなのよ。普通ランキングっていうとさ、CD がどれだけ売れたかとか、視聴率とかってじゃない？だけどこれはやる前に分かっちゃう。すごいですね。しかも毎日更新してるから、今日の全国で一番多い予約っていうのがジャンルから分かっちゃうっていうのはね、このドラマなんかちょっと見てみるけど、まあ、改変期あるじゃない、新番組始める時どれ見ようかなんていう時にやっぱ頭から上の3位5位ぐらいまでは押さえとこうかなみたいな、そういう使い方っていうのは結構いけると思ってて、まあ、ドラマなんかが人気があるので、このね、ドラマなんかをね多分見てくれると、あ、みんなもこういうの見てんだって分かるよね。あとアニメとかね、アニメ好きですもんね。で、まあ、SF なんだけど、まあ、1、2あたりはね、ありますね、これ撮らなきゃね、やっぱり。これ片岡さん、マクロスは新しい、今やってるやつなんですか？そうなんですよ。で、これ予約こうやって決定して、決定して、はい、おしまいと。だからこんな感じで、あの予約が、放送前にできちゃうランキング。これって新しいというか、まあだいぶ前からやってるんだけど、便利ですね。意外にみんな知らないんだよね。だからぜひね、これはもっと使ってもらいたいんだ。そうですね。